電動昇降トリマーテーブルに丸ノコをつけて 2way にしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。昇降状況です。マイクロステップでビットをミリ単位で昇降できます。この昇降装置はトリマー専用になってしまっています。なのでこれからテーブルの多機能化に取り掛かります。具体的には今回丸ノコを取り付けてみます。そのためにこの T スロットトラックを延長したりカゴ、その他の加工も必要です。丸ノコカゴの製作。カゴの製作図です。トリマーカゴに収納します。収納した時の収まり図です。黄色部分を少々加工しなくてはなりません。モーターを載せた図です。モーター詳細は説明欄をご覧ください。シャフトの収まり図です。8ミリのボルトを使用します。電気回路のブロック図です。電流を少なくするため DC24 ボルトを採用します。丸ノコカゴの展開図です。これで実際の収まりを検証します。テーブルの化粧点板図です。これも黄色部分の加工が必要です。丸ノコカゴの展開図を縮尺1分の1で厚紙にプリントしてみました。長さが300を超えるのでどうしても A4 2枚になってしまいます。形状が伝わりやすいようにカットして紙模型を作ってみます。2枚を接続します。受けになるところをすべて谷折りします。箱体になる2箇所も谷折りです。前後の補強板を取り付けます。モーターと台座を入れて収まりを見てみます。少し狭いですが箱体はこれ以上大きくできません。新しく作ったカゴの天板です。このようなイメージになります。これからアルミ板を加工します。板厚1ミリなので難易度は低いです。展開図の最大寸法で板材を切り出します。アルミ板の切り出しが終わりました。これから曲げていきます。曲げるところには表裏両面に軽く切り込みを入れています。両面に入れないと鋭角に曲がりません。 R になります。板材を使います。何回も曲げると切れてしまうので慎重に行います。ここまで曲げたら
あとは個別に曲げていきます。これを繰り返します。大変に見えるかもしれませんが、1ミリですから。粗加工が終わりました。もう少し直角を調整してみます。できました。これからさらに加工を続けます。底部に2ミリの補強板を接着します。接着剤が固まるまでボルトで固定します。接着が終わりました。少しらしくなってきましたね。折り返した裏側にもすべてタップ用に2ミリの板を貼り付けています。ゴムシートです。3ミリと1ミリを数枚準備しています。枚数を加減して高さを変え、タイミングベルトのたるみを調整します。収まりを見るため、仮に取り付けてみます。固定用のタッププレートです。モーター出力 360W の取り付けタップにこの穴から固定します。補強プレートです。前後に取り付けてたわみを防止します。さて、最終が見えてきました。これからカゴの天板加工に入ります。できるだけ刃を上げるため、図面通りプーリーに干渉する部分を切断します。スピードコントローラーです。このようにテープに固定します。天板の加工とシャフトの取り付け。天板です。四隅に小穴を開け、図面通りにカッターで切り込みます。簡単です。できました。穴だらけですが、強度は心配いりません。ブレードの代わりに手持ちの刃で作業を進めます。シャフトです。8mm150L の六角ボルトを切断しました。ミニピロー型ベアリングです。これでシャフトの高さを下げます。シャフトを通します。8ファイ30パのプーリーです。カップリングをつなぎます。
フーリー側も固定します。ベアリングの指示穴が大きいので、それでブレードの角度を調節できます。低頭ベアリングなので、プーリーのところも切除しています。この4点で箱体と固定します。これは105ミリの刃ですが、天板から刃先まで41ミリあります。設計では刃径は110ミリを使用するので、テーブル面から刃先は36ミリ出ます。8ミリのワッシャーです。シャフトのガタつき防止でベアリング間に挟みます。モーターの試運転、これからカゴに取り付けてモーターを試運転します。今タイミングベルトをモーター側に取り付けました。それではモーターを低速で動かしてみます。これでボリュームの半分です。スペックには12000回転と書いてあります。丸ノコカゴの完成です。あとはトリマーカゴと化粧点板加工のみです。補強プレートも取り付けました。ケーブルは外部側面の電源ユニットへ、スピードコントローラーは延長してコンセントボックスに取り付けます。季節カゴの補強をカットします。図面通り赤色の部分です。配線を接続してトリマーの代わりに取り付けます。電源の施工と改造、DC24V 電源です。左側面に固定します。コンセントも増設が必要ですので、箱を取り替えます。取れました。箱の後ろをカットしてケーブルを抜きます。後日取り付けのフェンス受けの分、ボックスを下げて取り付けます。穴を開けてケーブルを引き出します。配線を取り出したら、速度調整ボリュームをコネクター接続します。側面にボリュームを取り付けて、付属のつまみも付けます。箱の中の配線は端子受けして、
ユニットを外せるようにしています。今回 DC 電源を新設したので、電源パネルをこのように変更しました。せっかく DC 電源があるので、トリマー電源は高圧コンバーターとしました。これでアダプターがなくなったので、よりすっきりします。 100V が混在しているので、余ったゴム板を当ててセパレートします。右の赤赤白は DC で、手前の塊が 100V です。もう1枚で完全分離します。スイッチとコンセントの配列はこのようになります。左上はブランクです。化粧板のカットを兼ねた試運転。アルミ化粧複合板に試験を兼ねて、この100ファイの刃で切り込みを入れます。刃を速度ボリューム3分の2くらいで回転させています。刃径が100ファイですので、後ほどもう5ミリ弱切り込み加工が必要です。この後のフェンス他の加工と切断の様子は次回の動画をご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。